さあ、6月に入り衣替えをしたという方も多いのではないでしょうか。ではその服装と気温の関係などを確認していきましょう。さあ、まずは6月の各地の気温となっているんですけれど、平年の最高気温、最低気温となっておりまして、平年値はこのようになっているのですが、ちなみに今日6月2日火曜日の最高気温は各地で平年よりも上回っていきます。名古屋ですと31度、東京では28度と大幅に気温が高そうです。で、各地こう25度を超えるところも多くなりますので、半袖シャツやまた30度以上のところもあります。半袖で過ごせるようなそんな気温となりそうです。今日は湿度も高くなっておりますので、こまめに水分補給を行うなど、熱中症対策も必要です。無理をせずにお過ごしください。